こんにちは、花弓だ。はい、ということで今日はめっちゃくちゃ久しぶりのメイク動画になってるんですけど、花さんメイク動画出してくださいっていうコメントとか DM がもうめちゃくちゃ多くて、一番最後にメイク動画出したのいつやろうと思って自分の YouTube をね見てたら、なんと4、5ヶ月前やったんですよ。もう美容系 YouTuber としても最悪、逆に何出しとったんっていうぐらいの感じのレベルでメイク動画を上げてなかったんですけど、もうメイク動画久々すぎていろいろごたごたってなったんですけど、軽くね見ていただけたらいいかなと思います。完成形が今こんな感じになってるんですけど、ぜひぜひ参考にしていただけたらいいかなと思います。それではスタート。はい、じゃあ早速メイク始めていきます。スキンフードでもめちゃめちゃ有名かなと思うんですけど、人参パッドのやつでメイク前にこんな感じでパッとしてあげてます。まあ、使った方は知ってると思うんですけど、これめっちゃ分厚いから、1個が保湿力いいし鎮静効果あるから、メイク前時間ある時とかはこんな感じでトナーパッドでもパックしてます。メイク動画めちゃくちゃ久しぶりやからさ、なんかちょっとどうやって撮ったらいいかっていうのが変に緊張する。何これ、戸惑いみたいな感じやねんけどこのやつなんかちょ、なんていうのか分からへん、スキン専用みたいなやつあるやん。持っていきます。もうみんな秋冬って言ってわーってほらアリーナが騒いでる中、一人すごい出遅れ感が満載なんですけど、ちょまだ夏が残ってるよみたいな感じのメイクをね今日はやっていきます。じゃあパイコアの水分クリーム使っていきます。やっぱさ、メイク動画ってなったら何の話をしようと思うわけよ。なんかの紹介やったらその商品についてバーッと話しておけばいいんやけど、メイク動画ってなったらさ、メイクの説明だけするやつちょっと思んないから、まあ、とりあえずこんな感じでナンバーゼインの1番の日焼け止め塗っていきます。これがさ、マジでほんまにテクスチャーがさ、乳液ですかっていうぐらいめっちゃ伸びよくて軽いから毎日使ってる。日焼け止め感全くないし、肌荒れてる時にも使えるからめちゃめちゃいい。 VDL のブルーの下地使っていきます。この間私が9点のおすすめ動画出したじゃないですか。このクッションとパウダーがめっちゃいいってご利用しようしたんですけど、ほんまによくて私追加で9点で買ったんですよ。でこれももともとめっちゃ気になっとったから、9点の時にこっちセットのやつを買ってこれね使ったけど、めっちゃいい。イエベっていうか私が顔面がちょっと黄みってるやけど、ピンクメイクしたいから肌のトーンを青みがかった明るい綺麗な色にしたいわけ。この青がねその役目をしてくれるってことでこれ頼んだんやけど、もうこれ届いてからメイクするとき絶対塗ってるっていうからめっちゃ愛用してる。あ、半顔でやればよかった。まあ、ええわ、とりあえずこっち見といて。わかる？木くずんでたさ、私のこの黄みがかってるこの色とこっちのほら綺麗にちょっと補正されてるこっちの色、こっちも広げていきます。ほら一気にくすみ飛んだくらい均一に綺麗な白さにさ仕上げてくれるやん。これマジでいい。でほんまこれ今回買ってよかったなって思ってる。この VDL の私がご利用ししたクッションファンで使っていきます。ここねこんな感じで押してこれついてるやつをここで調整していきます。で忘れとった、最悪や、間違えた順番。いつもクッションファンデする前にやってんねんけど、この鼻の横の赤みまで消えてないからそれをさっきしたくて、このザセムのコンシーラーのこの緑の部分を、ケイトのコンシーラーブラシなんですけど、これめっちゃ良くて相性が、ここにポンポンポン取って赤みあるじゃないですか、ここをこうやってめっちゃ消えてるぐらい、やば、ここの赤みここ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 めっちゃ消えんねん、ほらやばない？これまあ後でなじませるけど、この口の周りのちょっとくすんでる感じあるやんか、この赤を取って唇のところはシュッシュッシュッって隠してあげる。このシミあるやん、ここもうこれめっちゃ嫌やねん。私10月に韓国行くんですけど、もう絶対取ったろうと思って、ここがほんまコンプレックス。ほんまに出産してからこの辺のシミがもうやばくて、ここもそうやし、ほんま次韓国行ったら絶対全部取ったろうと思ってんねんけど、先に気になる部分だけこのコンシーラーで点置きで隠して、でさっきのこのクッションファンデもうまあさっき置いてるからあれやけど、一緒にこうやってなじませていきます。毛穴もねめっちゃ綺麗に隠してくれるね。こういう鼻の横とかはちょっと鼻引っ張って、毛穴って普通に見てたらまあバーって開いてるやんか、多分私の見解的にとか、まあ、毛穴多分下向いてんねんな。毛穴が目立つ人はクッションファンデのパフを一回上にこうやってやって、毛穴の穴にちょっと入れる感じ、こんな感じでちょっと上に上に、この横の毛穴気になる人もおるやろ、私やねんけど、こういうところもこっちを向いてるから毛穴多分知らんけど、こっち気持ちちょっとこう入れる感じ、
で、やったらその後普通にいつも通りのクッションファンデの仕方、そしたら毛穴がマジで消える。メイクするときに私がもう一番重要やなって思ってるのは、とにかく均一に全部する。言うたらもう顔面はもうパレットやから、ここに今からいろんなね色を入れてお絵かけしていくわけですよ。こんな感じで真っ白のマイコハンみたいな感じでできたら、 VDL のクッションファンデと一緒のこのパウダーを使っていきます。これをこういう大きめのブラシで取って、目元とこの眉毛の部分だけにとりあえずはたいていきます。このパウダーをしたらマジで顔面フィルターかけたみたいな、ほんまにめっちゃ綺麗になんねん。使うんやったらもうこのクッションファンデとこのパウダーはほんまにセットで使ってほしい。ほら、わかる？フィルターかけたっていう意味がわかる？今パンパンパンでしただけでもなんかここなんかニスモンみたいじゃない？ほら、すごっ。カメラ通してるけどなんかすっごいほんまフィルターかけてるみたい。エチュードのね、シェーディング使っていくんですけども、もうないね、もうすっかすか。今回の目代わりで追加注文したんですけど、早起きてマジでもうそこつきまくってるからほんまないから、ここのとこと、急に日差しが、ちょっと待って、これぐらいかな。ここがほらくぼんだって、ここの頬骨が出とうから、ここに入れなあかんで、頬骨出てる人はこの頬骨上から消すように、頬骨出てるだからここを上から抹殺。先週東京に行ってたんですよ。親が向こうにいるんで、お父さんとお母さんと私とサンオでご飯を食べに行ったんですけど、これ多分向こうやって有名なんかな、ハンバーグを自分で焼いて食べるところがあるんですけど、その時にね、その厨房が目の前に見えるんですよ。厨房が目の前に見える、すごい明るくなってきた。何？ここがキッチンなわけ、目の前が。ここのホールとかキッチンのところの電気がバーンって消えたね。一瞬なんかの接触障害か知らんけど。ほんじゃあ息子のサンがパーって電気消えた瞬間に、おいちょっと電気消すなってみたいな言い出して、そういうとこに来てる人たちってなんかちょっといい感じのところやったから、カップルで来てる人もいたりとか、はたまた彼女をちょっといいところ食べさせてるかみたいな感じで連れてきてる男の人とかもいたりとかで、みんなこう周り見渡してたらこうシューみたいなで待ってみたいな感じで、こうちょっとみんなみたいな感じで済ましてる方が多かったんですよ。まあそれ偏見かもしれないけど、で自分もみたいな感じでやってた。まあそのスマッシュの中の人に入ってたわけよ。そん中電気が消えて、消えた瞬間に息子が、おい電気消すなってみたいな感じで言い出したから、でスマッシュこうみたいな食べてた人たちも爆笑パーって吹いてめっちゃ笑ってて、なんかそれを見てすごいこう、あ、みんなやっぱ人間なんやなって思って。そこじゃないんですよね、みんなが思ってるのは。そう、問題はサウンやね。ここのシェーディングいきますね。もうね、すごい恥ずかしかったっていうのと同時に、なんかさすがやなみたいな、ほんまに恥を知らんというか、普通に大声で消えた、おい電気消すなってみたいな言うから、なんかもうほんまちょっとお口ミフィちゃんできるみたいな感じの時があるんですよ。息子ほんまに何回も店員さんたちがクスクスクスみたいな感じで笑って、奥で料理してた人かなが来て、あ、ごめんねみたいな感じで謝ってくれて、全然謝ることじゃないんですけど、そしたらサンが、うん、いいよみたいな、誰なんて、ほんまに誰って言うてる間に鼻がね、すごい完成してきてますよ。で、この唇の下も入れてきます。クリオのキルブルを使っていきます。私マジでこの眉毛がさ、もう写真みたいな感じじゃないか。特にこの眉頭のところは脱色を15分以上しても色抜けてないっていうぐらい、マジで眉毛が写真なわけよ。こちらデイジークのこの18色パレットになります。すごい夏っていう感じのカラーで、もう秋やから、まあ、どうしようかなと思ったんですけども、最近私がほんまリアルにやってる毎日メイクで使ってるパレットやから、キューテで買った人も多いと思うし、まで使っていきます。まずこのアイホール全体にここの色とこの色味を混ぜていきます。手のこの甲のところでこんな感じでちょっと混ぜて、二重よりかは出るけど、この眉毛の下は全部埋めへんって感じ。これぐらいの幅で塗っていきます。目全体を囲むように涙袋のところもこのブラシに変えて、この色味をこう涙袋のところも同じようにまた塗っていきます。最近めっちゃ DS にハマってるんですよ。スイッチとかでもなく DS って感じだと思うんだけど、 DS にドハマりしてんね。私友達がたまごっちのね、一番初期のやつを買ってきてたんですよ。 DS もあったよなみたいな、もう懐かしいってなって、家にあるなって思ったんですよ。友達と解散した後にその話で盛り上がりすぎて DS したくなってできて、めちゃくちゃ。ほんで家の中探しとったらすぐ出てきて、でその見つけた DS がこれ見て、もう時代感じるくない、めっちゃここのね5つ の新幹線とかパトカーとかのやつは3を知らん間に貼ってたんですけど、中もさ
見てこれ時代みたいな。でもなんかこれはこれでも味かなって思ってあえて外さんと置いてるんやけど、これが DS ライトの方か。この 3DS はめっちゃ綺麗な状態で置いとって 3DS の方をしてるんですけど、こんな感じで目全体塗れたらこんな感じの先端がちょっと丸くなってるブラシでここの色味を取って目頭と目尻に塗っていきます。私昔ね、その DS の方でわがままファッションガールズモードって知ってます？1をずっとやってたんですけど、わがままファッションのわがまま宣言みたいなやつは 3DS からになったんですよね、確か。あの時は1しか持ってなくて、その後に出たこと知っとってんけど、まあ、やっぱあの時は自分でね、あの稼げるお金がなくて買えなかったので、大阪の古いゲームとかいろんなゲームとかが売ってるとこ、これをね買ってきたんですよ、その大阪のとこで。中古なんですけど手に入れてきて470円、バリ安ない？中古やけど初期化されてるからさ、まあ、最初からやったらいいしみたいな。でこれやってる方は知ってると思うんですけど、ブチ店長になり、でコンテストで優勝し、いろんな服をもらい、在庫数も増え、 DS の話で夢中になって言ってなかったけど、目尻と目頭塗った色と同じ色で、ここの三角ゾーンのところにもちょっと薄く塗っていきます。何も取ってへんこのブラシで一回ちょっとなじませときます。こうやってこんな感じでできたら、この一番上のこのラメの色味を指に取ってアイホールにちょん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 って乗せていきます。次この下のラメ、ここをこの色が若干密着力の結構あるラメになってて、すごいあのラメの塊がポンってついてまうから、一回指にパッパって取ってなじませてから目の上でこんな感じで、こんな感じで上げれたら毛並みをねちょっと綺麗にしていきます。あ、これ今ちなみにカラコンがレンシスのこれですを使ってます。私はこの宇宙のところもちゃんと描くタイプなんですけど、だって描いたらちょっとさ全然ちゃうの分かる。アイライン横に引いていくときは伸ばしてちょっと長めに描いていきますと、このアイパレットほんま一個欲しいのがここがね、アイラインこのぼかす用じゃないぐらいちょっと濃くないんですよあんまり。だからこっちのデイジーエッグのここの濃い色味でアイラインをちょっとぼかしていきます。この辺ちょっと分かる、こう分かれてしまってるところとかをこういうのでこうやってつなげてあげる、つなげてぼかす、こうやって。でもう一回ここでまつげグインって上げときます。こんな感じでギュって上げたら、この私が大好きなねエチュードのカールフィックスマスカ使っていきます。ほんまにダマになるっていうことを知らんの、このマスカラはな。完全に乾いてしまう前にピンセットで束感使っていきます。こんな感じで一回セパレートにしたら、もう一回上から薄くなぞっていきます。わかるかな、こんな感じでダマになるね。だからそういうのはピンセットで形を整えるのと同時にちょっと取り除いてあげる、ピッて。こんな感じで上のねまつげができたら、涙袋を描いていくんですけど、私が使ってるのもほんまにお気に入りの2本があって、トニモリのこの2つアイペンシルなんですけど、1番の普通のペンシルコンシーラーもうない出えへん、普通のコンシーラーのペンシルのやつになってるから、あるいはこれはペレペラのやつやねんけど、こんな感じで最近よく出てる、こっちにこんな感じでキラキラがついてて、後ろはコンシーラータイプですよみたいなペンシルのやつあるやん、の後ろのやつとかでもいいよ。これちょっと濃いんよな。こんな感じで薄く描いてあげて、さっき紹介したうちの次2番のシマーゴールドっていう色味で、上をねこんな感じなぞってあげます。一気にさ涙袋がもう上がってくるやん、見て。なんか涙袋を作るのに持ってこい。次こういうねちっちゃくて細いブラシで一番下のここの色味取って、この涙袋の線をもう一回薄く描いていきます。ここのね色味を取って、目頭のここにちょっと線入れていきます。そしたら一気にデカ目になる。下まつげも同じこのマスカラで、次チーク入っていくんやけど、チークする前にもう一回だけこのファンデーションあるやんか、ほんまにちょっとだけ取って、この頬のところに塗っていく。結構このアイメイクとかこのシェーディングとかいろいろやってる間にファンデーション結構取れてるから、ここでもう一回こうやってファンデーションを入れてあげるだけで全然肌の綺麗さ違うから、これマジでやってみてほしい。ただこことかはさっきみたいにシェーディングしてるから、この目の下ぐらいだけこうやってトン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 ってシェーディングを消さんようにこの辺だけやってあげます。2回目のこのクッションファンデが終わったら、このパウダー取って、このほうれい線のところをパン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 って、鼻の横もちょっと軽く
塗りすぎたら後でちょっとカピカピになるか、ほんまに船に残ってるやつっていうぐらいで、こんな感じで薄くこうやって伸ばしていきます。デイジェクのこの4色パレットのこことここを混ぜて、目の下のところをポン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 って、鼻先のところも同じ色でピンクを取ってポン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 。デイジェイクのこのパレットと一緒に出たこっちも持ってるんですけど、デイリー使いってなったらなんかしないけどこっちの方が手がいくんですよ。別に全然こっち新しいやつ使っても OK。 ここの上の方で私がさっきやったみたいにこの下の方パーってやって、でこっちのピンクのこの辺を混ぜて上の方にポンポンポンってやっても全然大丈夫だから、もしこの4色パレット持ってなくてこっちありますっていう人はその塗り方してみてください。顎のところもちょっとだけこの筆に残ってるやつでポン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 って、はい、こんな感じでチークできたら、デイジークのムードブローリップペンシルミニアーモンドコーラルっていう色味 で上のところはちょっとやりすぎっていうぐらい上結構塗りつぶして肩を取ってでぼかす感じで、私の大好きなリップ3つを使っていきます。このデイジークの14番の色味を塗っていきます。これをヒッてしてヒュッヒュッ、なんかインスタツイッターかで見てんけど塗り方結構いいねこれが。リップブラシでこうやってなじませる、あ、指じゃなくってこのリップブラシでやるっていうのが結構ポイントかも。で2回目は全体的にうんばーってしたいねんけどやらん、せずに広げる。リップとさっき描いたリップライナーのところをなじます。こんな感じで結構大雨に描いてもあんまり目立たへんし、陣地は自然にね縮小されてるから、ほら。え、次もデイジークやねんけど5番を塗っていきます。この色味がさ、ほんまにどんなメイクにも合うからめっちゃいい。テクスター若干違くて、こっちの方がマットやけどマットではないみたいな。もう一回やります。これを上もちょっと塗って、こんなんねピピってなってまわってやったらええやんって思うかもしれんけど、仕上がりも綺麗さが結構違うねやん か, だから韓国のメイクさんとかがブラシでさポンポンってやるやん、それもやっぱりちゃんと意味があるんやろな。このペリペラのね4番を塗っていきます。これはもうほんまに宝物、どんなメイクにでも合うから、シュッ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 シュ、あ、間違えた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 、ここにめっちゃ可愛くない？色超可愛いねんけど。じゃーん、完成じゃなかった、ごめんなさい、すいません、ほんますいません、ほんまにごめんなさい、すいません。あの涙袋のところにこうやってさっきのやつできたら Too Cool for School の涙袋描く用の9番の色味があるんですけど、ほんまに薄くでいい、これしてあげたらやばいね、爆誕する。もうミルクタッチのこの2番のラメで黒目の下と目頭のとこ、最後も何年使ってるか分からへんこのセザンヌのね、まっすぐ描いたらもう鼻がめっちゃ長く見えるから、横にこうやってちょっとピンピンって描いて鼻先もちょんだけでちょん、私ここはちょっとないから眉毛のこの上ここ、はい、じゃあこんな感じでメイク完成しました。服と髪の毛をパパッとセットしていきたいと思います。はい、こんな感じで服装チェンジしてきました。 4,5 ヶ月ぶりのメイク動画になったんですけど、いかがでしたでしょうか。美容系 YouTuber 資格ですかっていうぐらい の久しぶりのメイク動画になったんですけど、ぜひぜひ参考になればなと思います。まあもう秋やからまたちょっとしたらもうほんまに次こそはちゃんと早めに秋メイクもやりたいし、あと秋はねファッションの動画とかもちょっと出したいなと思ってて、まあ、他にも見たい動画があったらまた教えてほしいなと思うんですけどって感じで、まあいろいろ出したい動画を考えてるところです。ってことで今日の動画も参考になったなという方はチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムもしてますのでインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アンニョン。